ワークマンサーモライトエコモード新旧モデル徹底比較、1年着続けるとどうなるのか。2024年、今年もですね発売されておりました、ワークマンサーモライトエコモードサーマルフルネックですね、昨年購入したこちらのモデルもありますので、1年着続けると一体どうなるのかという検証も合わせて行いたいと思います。はい、まずはですねこの商品詳細のおさらいです。商品名は、サーモライトエコモードサーマルクルーネックです。サイズ展開は M、L、LL の3サイズ展開で、カラーリングはこちらのベージュ、こちらのモカ、あとグリーンとブラックの4色展開となります。素材はポリエステルですが、サーモライトエコメイドと呼ばれる素材で、こちらの素材の詳細は後ほどお伝えします。価格はですね1280円税込み、安い。はい、サーモライトエコメイドっていう素材ご紹介します。ノースフェイスも採用しているリサイクルポリエステルから作られたサスティナブルな新素材ですね。機能性は、通気性、保温、しかも軽い、軽量ですね。秋冬のスポーツや登山を楽しむにはうってつけの機能性です。肌触りですが、タオルとフリースの中間のような感じで、間のメッシュ部分が通気性を促しそうな感じです。はい、おすすめの理由です。秋冬の登山行くとき、やっぱり周り寒いですよね、登り始めるときは。ところが登っていくとだんだん暑くなって、暑くなりますよね。こういう時に通気性と保温を兼ね備えた素材っていうのは非常に便利なんです。特に登山だったりウルトラライトの界隈では、アルファダイレクトと呼ばれる素材が非常に人気なんですけど、このサーモライトエコメイドっていうね、この素材はまさしくジェネリックアルファダイレクトというべき素材で非常に便利なんです。ちなみに私も秋冬の登山で実際着てみましたが、非常に快適でした。2024年、今年も発売です。おめでとうございます。去年買えなかった人、今年もですね発売されておりました。X、旧 Twitter ですね、そちらの方では8月後半ぐらいからちらほらね、店舗の方での発売っていうのがよくつぶやかれてたんですけども、私も今年はこのモカですね、なんとかゲットできました。昨年購入したですねこのベージュの色合い、こちら1年着続けてるんですけども、この1年着続けると一体どういう風に変わるのかという比較も行いたいと思います。はい、ではちょっとですね並べてみました。こちらが今年買ったもので、こちらが昨年買って1年着続けたものになります。こうやって並べてみるとですね分かるんですが、1年着続けると首周りがですね緩くなります。はい、ではちょっと実際測ってみましょうね。ちょっと直線だけの計測なんですけど、購入したてのものは約16センチ。対して、昨年購入したもの、17センチぐらいになります。こちらのものですね、よく口コミなんかで首周りがきついっていうのをよく見かけるんですけども、安心してください。1年経ったら伸びます。はい、こういうふうにですね、重ねてみるとわかるんですが、やっぱりですね、この袖の部分がですねやっぱり伸びます。どれくらい伸びるかっていうと約1センチぐらいですね。はい、続いて身幅もですねやっぱり伸びます。どれくらいの幅かっていうと、約2センチぐらい伸びます。で、
最後に着丈の方なんですけど、やっぱりですね、短くなります。どれくらい短くなるかというと、約2センチぐらいですね、短くなります。ただこちらはちょっとメッシュ構造で伸びる素材なんで、着てるとですねそんなに気にならないぐらいです。また伸びますんでね。はい、このですね、伸びるってことに対してネガティブに思われる方もいるかもしれません。ところがですね、伸びてからが結構進行調でですね、このメッシュの折りがより広がるので、通気性の恩恵を受けられます。というわけで、このサーモライトエコモードサーマルクルネック、おすすめなんですね。サイズ目安は、身長170前後、普通体型なんですけども、L サイズでゆたっと着れる感じです。秋冬のミドルレイヤーに使うと思うんですけども、こう暑くて袖をめくる時もきっちり止まっていい感じですね。かなりアルファダイレクトっぽい。はい、最後に購入のポイントです。こちらのサーモライトエコモード30クルーネック、カタログにも載っておりませんし、オンラインショップにも載っておりません。じゃあどうやって買ったらいいのかってね、思われる方いると思います。店員さんもですね、なかなか分かりにくいので、この品番の22018ですね、品番の22018、こちらを伝えていただくと、店員さんも紹介ができますので、こちらで探していただけるといいかなと思います。はい、こちらのワークマンサーモライトエコモードサーマルクルネック、昨年ゲットできなかった人、今年こそ何とか入手したいですよね。こちらの動画、参考になりましたら、チャンネル登録お願いします。